はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回はですね、半年ほど、待ってました、商品を紹介したいと思います。こちらです。 GSI クレオスから出ました、ガンダムマーカーエアブラシシステムです。ガンダムマーカーをエアブラシみたいにして使えるってやつです。はい、それではこちらです。こちらのガス管をから、こちらの方をつないで、でっていう感じです。でここに、ガンダムマーカーをセットします。ただちょっと手元にあるのがちょっと1本しかなかったです。それもゴールド。とりあえずこれをちょっとつけてみたいと思います。こんな感じですね。そして、ちょっと、普段使ってるちょっと汚い紙皿なんですけど、お分かりどうでしょうか。普段手で塗るやつが、ちょっとこのガス管を使うことによって、エアブラシみたいな感じになるってやつですね。一応ちょっと試しにガンプラ塗ってみたいと思うんですけど、半分壊れたやつが一体眠っていたので、ちょっとそれをもう全部金に塗ってしまいたいと思います。はい、じゃあこいつですね。鉄血のオルフェンズに、出てきた機体なんですけど、作ってる途中で、ちょっと落としてしまいまして、かわいそうなことになり、どうしようかと思ってそのままにしていたやつです。とりあえずこいつを、下地はもう塗ってある状態なので、このまま、全部金色にちょっと塗ってみたいと思います。ではいきます。でこれちゃんとやっぱり換気しないと、ガス臭いです。いつもならちょっと僕は外でしてるんですけど、今日はあいにくの雨で、まあいっかと思って今中でやってるので、使用される際は注意してくださいね。はい、それではですね、まあ全部きれいに塗ったわけじゃないのでざっとなんですが、どうでしょうか。お分かりになりますかね。金ピカピーンってなってる感じが。で、ですね、とりあえずですね、まあこれを使用するにあたってなんですが、まず換気を良くすること、これが大事ですね。と、ガス管、このカンカンなので、火気厳禁ですね。と、
やっぱりちょっと連続しで連続で使うと缶が冷えてきますのでガスの出が悪くなります。逆にいいところもいっぱいありまして、エアブラシだと、やっぱりその色を作らなくちゃいけないんですね。で、それがまずガンダムマーカーを差し替えるだけでいいと、そこは結構そこが一番大きいんじゃないかなと思います。で、あとそうですね、普通のエアブラシとは違って、まあエアブラシでも重力式とかならまた別なんでしょうけど、とりあえず下に向けても上に向けても使えるっていうのはいいんじゃないかなと思います。これで少しは楽して色が塗れるかなと思います。いいなと思ったら買ってみてはいかがでしょうか。言っても、3000円ちょっとだったです。そういうことで、今回はここまでです。それでは。